昨日夜、墨田区でジョギングをしていた男性が都営バスにはねられ、頭の骨を折る大怪我をしました。昨日午後9時ごろ、墨田区押上でジョギングをしていた50代の男性が横断歩道を渡っていたところ、右折してきた都営バスにはねられました。男性は頭の骨を折るなどの大怪我をしたということです。当時、都営バスには10人の客が乗っていましたが、怪我をした人はいませんでした。東京都交通局によりますと、都営バスは51歳の男性が運転していて、横断歩道を渡っていた男性に気づくのが遅れたとみられています。都営バスが重傷事故を起こしたのは今年初めてで、東京都は安全確認を徹底し、再発防止に努めるとしています。